んは、ヨミです。髪切ったんですけど、切りすぎかなって思ったんだけど、似合ってますか？もうすぐバレンタインということで、冷蔵庫があればできるバレンタイン、イエーイまあ最悪最近夜寒いから冷蔵庫なくても大丈夫です。私は気合が違うので、まああげる人いないんですけど、はい、ということでぼっちバレンタインを楽しんでいきたいと思います。レッツラークッキング。あー、皆さん、クッキングしてるところの動画が撮れてなかったんですなので、なんで私はこんなにゴミなんだ、どうにかしてお送りします。どうぞ。細かく砕いていきます。なんか基本適当。なんか料理ってさ、楽しいけどさ、後片付けがめんどくさいんですよね。自分一人のために頑張って何をやってるんだろうって気持ちになっちゃうし。生クリームを入れます。なんだっけ、 60cc 入れます。まあ、大体目分で入れます。だから大体です。そんで湯煎で溶かしていきます。はい、湯煎していきます。そんな溶かしすぎも良くないのかもしれない。一回ちょっと出します。溶けないな。いい感じになったかも。いい感じじゃないですか。なんかガナッシュ、ガナッシュっていうのかな。でこれができたら、ミックスナッツとドライフルーツとマシュマロを入れるんですけど、マシュマロとミックスナッツ入れていきます。ミックスナッツ 50g、 ドライフルーツ 30g、 マシュマロ 30g って書いてあるんですけど、レブンでいきます。可愛くないですか、ハートハートです。入れました。とりあえずなんかね、このサイトに載ってるの結構マシュマロちっちゃめなんですよ。のでコッパみじんにしつつ混ぜていきます。なんかナッツとか嫌いな男性いるじゃないですか。そういった場合はクッキー入れるのどうかなって思ってました。なんかこんな感じまだいけそうですな。ナッツちょっと出そうかな。ナッツいいつまみだから、ここではあんまり使いたくなかったんですけど、こんなもんでいいんじゃないですかね。混ぜ合わせたらラップを2枚重ねにします。この上に乗せていきます。うえ、危な。これをキャンディーみたいに包んで、あ、できた。これができたら2時間冷蔵庫にぶち込んでください。見てください、この何でしょう、初雪のような。これをじゃカットして、べっちょべちょやんけ。材料です。ビターチョコレート 100g、 その他もろもろ、あとは目いっぱいの愛ですよし、盛り付けていくよ。汚っなんか思ってたのと違うんだよな。これ食べていきます。いただきます。
でももうちょっとマシュマロちっちゃく切るべきだったな。でもなんかチョコ自体はめちゃくちゃ美味しいです。やばい。うん、美味しい。チョコに合うお酒を探しに行ったんですよ、お酒屋さんに。したら、見てこれかわいい、かわいい、なんかギフトサイズのお酒見つけました。ゴディバのお酒と、こっちが、ウイスキーですね。これなんかお酒好きな男性とかにいいんじゃないですかね。あとね、あ、ダメ。あとね、日本酒の一の蔵がどうやらチョコに合うらしいので一緒に飲んでいきます。まずゴディバのお酒から飲むかな。いただきます。うん、甘い。いや、ちゃんとお酒だわ。なんかもっとちょこちょこしてるのかと思ったんですけど、ちゃんとお酒のな具案感がきて、ちょっとたまげています。合いますね、やっぱチョコにはチョコのお酒って感じ。次これいただきます。これ直で飲むやつじゃなかった。もう半分もなくなっちゃった。あれ、これなんだっけ。このお酒はバニラやヘーゼルナッツの風味とともに熟したリンゴと蜂蜜の味わいが広がる、クリーミーでまろやかな舌触り。意識してみよう。うん、なんかまろやか。一の蔵いっちゃいます。日本酒好きなんですよね。そんな詳しくもないんだけど日本酒好きで。いただきます。うん、おいしい。飲みやすい。一の蔵マシュマロばっかで全然チョコを感じられなかった。うん、確かに合う。美味しい。口が楽しい。うん、酒も進む。でね、これカルディさんで売ってるね、美味しいって話題なんですけど、美味しいかどうか食べていきたいと思います。作りバレンタインと差がつくのではって思いますね。あとあれだね、とっても簡単だったのでぜひ作ってみてください。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。
ハッピーバレー。